しょ。よいしょ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あれ。よいしょ。来ないけど大丈夫かな。なんかラジオ配信になってる。スイズナ付きのラジオ配信。なんかハルちゃんいるんだけど、真っ暗けど。あ、ちなみに夏希はいるんですけど、一応。あの、ハルチュを待ってて、ハルチュが出てくるまで顔出さないようにしようと思ったんだけど、わあ、一人配信だ、一人で、謎に画面を半分にして配信してる人だ。はるちゃん一旦落ちた？本当？じゃあ待ってよ。あ、ねえ、ななこさんがすいすい可愛いって言ってた。嬉しい！ありがとうございます。なんか、聞きました。ショルもおかしくなった。ありゃりゃ。あのね、そう、不思議でしょ。朝から配信、朝からコラボする元気な人たちです。二人ともね、朝眠い眠い言ってたんだけどね。そう、これも昨日の夜決まりました。昨日の夜、ねえねえ、明日さ、朝配信するって言って、コラボしようって言って決まりました。ななこさん、配信で言ってくださってたんですかね？びっくり。なんでだろう。嬉しい。3期生の推しって言ってくださってるという情報を聞きました。はるちゃん大丈夫？もう一回呼んであげるね。はるちゃん。みなみかわ、はるちゃん。みなみかわ、はるちゃん。呼んであげました。あった！あった！大丈夫？できた！できたよ！おはよう。
はよう。あのね、うん、はるちゅんに1回目におはよう言ったよ。え、なんかすごい嬉しいね。みんなもおはよう。やったー、でけたでけた。でもさっきのコメント消えちゃった。ありあれ、花江いるだって。私花江ですか。花江花江花江いる。来た花江です。え、3人目3人目3人目いた。おはようおはようおはようございます。うっかるですね。ねえ、めっちゃ目覚めちゃったよ。うん、全然寝起きの顔してない。だよね。夏希はね、うん、なんか今日いつもよりも、うん、いつももっと寝起きの顔してるけど、うん、いつもよりちょっと寝起きじゃない気がする。ねえ、すごい目覚めちゃった。私たちはキキララだよね。キキララですね、私たちの。そう、なんでキキララでしょうか。なんででしょうか。なんでマイペースに進みすぎてさ、みんなついてこれてんのかな、これ。わかんない。なんでキキララでしょうか。クイズ。ね、どっちがどっちだって。どっちがキキとララか。どっち。でもキキララってピンクの方が左にいたような気がするんだよね。うん、え、だよね。キキがピンクじゃなかった。わかんない。どっちだ。うん、順番的に言ったらピンク水色でキキララっぽいけど、うん、ね、ピンク色と水色だから。ああ、近いね。近いね。キキララに似てるから。うちら似てた。うちら似てた。嘘だ。え、ララがお姉ちゃんでキキが弟だったよ。え、あれあれあれ、じゃあ違うね。あ、違かったね。キキが水色だ。あ、そうなんだね。ララがピンクってことは。うん、チナ双子だって。あ、双子なんだね。で、キキが青、ララがピンクっていうことは、うん、夏希がララだね。そうだね。春がキキだ。まあ、なんでかっていうと、うん、すごいしょうもない理由なんだけど、うん、レッスン着が、うん、よく私がピンク色を着てくるときに、はるちゃんがちょうど水色を着てくることが多くて。そうそう。そう。で、いつも、うん、その場では気づかないんだけど、うん、鏡を見ると、キキララが映ってるっていう話。そうだね。しかもさ、なんか、ポジションとかも隣が多くてさ、そうそうそう、結構並んでるもんね。そうそう。キキララになってる。そう、すっごい頻度でキキララが見えるよね。そうなんで。昨日もキキララだったし。うん、あれ、昨日じゃない。一昨日じゃない。一昨日かな。いつだ。うん。あ、一昨日だね。え、じゃあ一昨日らへん。いや、昨日は、あれだよ。夏希がユーハとチョコミントだった。あ、やばいやばい。やばい、なんかにらまれてる。何チョコミントって。夏希が
ちょっと緑っぽい服を着てて、ユーハが茶色っぽい服着てたからチョコミント。そうなの？それ知らない。聞いてない聞いてない。まあ、大丈夫だよ。夏希チョコミント食べれないから。うん、ちな、私も食べれない。イエーイ、やっぱり千葉は食べれないんだね。ね、千葉の方はチョコミント食べれないんだよ。うん、そうそう。多分。あと最近あれにハマってる。ハマってるじゃないや。MTBI 診断みたいな。あ、診断か。いや、びっくりした。ね。なんか、TikTok を見てたんだけど、昨日。うん。それしか流れてこない。なんか、性格診断みたいなやつ。ああ、ハローやったことあるよ、それ。ほんと？うん。あれなんかさ、相性いいなんとかがあるらしいんだけどさ。うん。なんか、どのアルファ、あ、MBTI だって。MBTI 診断。それそれ。うん、私、INFP だった。あ、待って待って、待って。INFP? うん。メモしとく。で、なんか、相性いいのが何だ ?EN なんたらが相性良かった気がする。そうな。なんだっけな。死んだ。あれでもさ、診断するの結構時間かかるよね。ね。5分から10分くらいかかるんだけど、何個か問題に答えていったら、うん。なんかそのアルファベット4文字で性格が分析されるんですよ。そう。それがすごい流行ってるみたい。今も流行ってんの？うん。なんか、TikTok 開いたらそれしか出てこないな、月。それとたまに、ペット。そう、ペットか、その性格診断しか出てこない。それが楽しいよっていう話。そう、それで、私が INFP だったから、うん、その INFP がすごいおすすめに流れるようになっちゃって、うん、INFP の特徴みたいな感じのが流れてきて、うん、それがすっごいかなりな月だったの。あ、そうな？そう、なんか私さ、そういうの見るの大好きなんだよね。その中に電話が苦手って書いてあった。あれ？あれ？あれ本当に苦手なんですね。そうなんです。苦手になる運命だったんですね。やば、気になる。なんか MBTI 診断って打ったら出てきます。仲介者、そう、なんか仲介者って書いてあったんだけどさ、よくわかんないけど、なんかそんな感じ。今やってない、あの、今やってるでしょって言われちゃった、下向いてたから。違う、あのね、今やってるんですか。今メールにさ、あの、あるかなって思ったんだよ。うん、あの、昔やったやつの結果が。おお。そしたら、あのさ、1月7日にメール来ててさ、うん。あの、前回の診断から6ヶ月経過しましたって、なんか。そんな前からそれ知ってるの？そう、そんな前から知ってた。前回7月8日にやってたみたい。それで、
でも自分の結果が出てこないんだよね。もう一回やんないといけないのかな。いやいや。嫌だな、めんどくさいな、これ。うん、結構時間かかった。だよね。どこだ。最近ね、うん、よく私はね、レッスン中、うん、春のところに遊びに行きます。遊びに行くって言うの？春に、うん、春と、うん、あー、なんでもない。え？なんか、言葉難しいな。え、なんかその顔可愛いんだけど、今の。なんか目がこうなってる。朝配信するとさ、うん、一回眠いタイムに入るんだよね。え、わかる、それは。うん、お互いさ、どんな顔してるか見たくてちょっと目開けてくる。面白い。面白いね。うわ。食べない。できない。私、触覚あるや、今日。なんかできない。なんか今日難しい。うん。いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。こうやってやればよかった。ね。ねえ、それ一番難しい角度よ。できない。でもさっきよりうまい。うん、おっ。難しい。めっちゃ面白かった今。いや、変だった今。ひょっとこみたいな顔してたよ。はい、そんなん口してたからだよ。おはようってたくさん来てた。おはよう。みんなおはよう。おはよう。元気か、みんな。元気？私たちは朝からコラボするほど元気。え、すごい眠かったね。そう。起きた時めっちゃ眠かったんだよね。うん。LINE しました。なっちゃんから LINE 来た時さ、まだ寝てたんだよ。あの、返した時が起きた時間。結構ギリギリだね。そう、6時50分に起きた。今日はなっちゃんとコラボだから、気合い入れてきた。10分で。うん、あの、いつもは、あの、2分前に起きる。いつも2分前に起きる。すごい。でも、私も今日、うん、6時35分に一回目覚ましかけたけど、あと10分寝るって言って45分になって、さらに5分寝てってやってました。だから春と同じ時間に結局起きた。あ、そうな。うん、眠いもんね。うん。なんか犬みたいな目してる。あ、ごめん。え、
そう、今目の話しようと思ったんだけどさ、うん、朝じゃないと私この目できないや。だよね、初めて見たよそんな目。そう、私も初めて見た。これ多分夜だったらできない。うん、なんか困ってる目してる。え？仏配信？いいやん、仏やん。世界を救いそうな目だね。どこがだよ。どこが。面白い。うん、いや、みんな仕事だ。頑張ってね。頑張ってね。仕事忘れそうだっちゅんよ、だって。え？あ、うちらがこんなにまったり配信してるから。あ、なるほどね。うん、いいね、それ。だちゅんよー。うん、使ってってね。ん？うん、わかった。今日は使っていくね。うん、いくちゅんねー。うん、かわいいね。かわいいねー。使いづらいことがわかった。なんで？じゃあ、はる、スイスイってつけるわ。え、ゴビにスイスイつけるの？つけちゃう、スイスイ。やったー。やばい、これ違和感ある、スイスイ。ねえ、やだー。絶対違うんだよね、使い方。てか、使わないし、ゴビにスイスイ。え、じゃあなんかゴビになんか使う言葉なんかないんですか？ラヨーですね。ラヨー？ラヨ。ラヨ？はい、新潟弁です。あお前、新潟に染まったのか。新潟に染まったのか。はい、俺ら、チバーズだと。新潟ーズになっちゃう。新潟ーズです。でもなんか、うん、最初の写真を見たら千葉顔が、うん、すごい2人とも千葉顔だけど、だんだんちょっとだけ新潟顔になってるよね。え、なんかね、新潟顔になってきたよね、最近。わかる。そう。ちょっと今、うん、あの、リップしかしてないから、うん、あの、2人とも千葉顔なんだけど。あ、そうだね。あ、メイクしないと千葉顔なんだけどね。今日、え、こっちだよね、やっぱり。ん？え、なんかリップ、なんか、色が変わってる。え、なんか、私も変わってる。え、こっち？え、こっち違う？こっち？わかんない、なんか、え、どっち？紫になってるの、どっち？どっちの口紫？こっち？コラボした片方の唇が紫になる現象。そう、なんでかわかんないけどね。そうなのよ。根は千葉顔で安心しただって。本当のね、うん、顔はやっぱり千葉なんだよね。そうなんだよ。そう、そこは変えられないんだよね。変えれないですね。そらよね。今日は何時までやると？だって。おー、すごい、方言。すごい、方言だね。うん、今日は、24時までやります。おー、さらっと嘘。付き合いません。今日は24時間配信したいけど、うん、あの、24時以降はできないじゃん、5時まで。うん。だから24時までという。24時までもできない。
あ、確かに。あ、うちらまだ高校生だ。あー、22時までの女だった。そうだよ。22時まで。あと、あと1ヶ月だよ。え？あと1ヶ月？違うな。あと2ヶ月だ。おー、24時までできるんだね。うん。ね。なんかまだ幼稚園生みたいだね。いや、違う。こっちも幼稚園生みたいだね。なんか幼稚園生だね。なんか今日幼稚園生じゃない？今日幼稚園生だよ、絶対。本当に。絶対まだ24時までやっちゃダメだよ、はるちゃん。いや、そんなことない。なんか言いたかったこと忘れ、あ、今日は、うん、違うね。明日です。明日、ユニットシャッフルだね。あ、そうだね。何やるのかな。何やるのかね。うん。出して、私たちは一緒なのか、バイバイするのか。そうか。前回、あれ、2曲一緒だったもんね。そう。そうそうそう。でも、なっちゃん、あれだよね。ん？あのうちら2人でユニットで、うん、あの、うん、チバーズっていう歌作ったもんね。あの、うん、レッツチバーズって、ね、勝手に春が作ってるよね。初耳なんですけど。だから公演で披露するんだもんね、ユニットコーナーの時に。あるかもしれないです。レッツチバーズ。絶対私初耳だけどな。いや、明日で初めてあの合わせるんだよ。そう、明日練習。明日練習で明日披露だよ。怖すぎる。大丈夫かそれは、ね、聞かせてもらおうかなって。やばい、やばい、また変なこと言うから。ねえ、ちょっと練習しとかないと。うん、そう、まずは、うん、あ、歌詞をもらおうかな。あ、まだ歌詞書いてないんだよね。まだ歌詞書いてない。出来上がってないです。でも明日披露だよ。ダメだこの人は。本当に面白いですね。え、ありがとう。なつきちゃん巻き込まれだって。そんなことない。なつきちゃんがあれだよ、ノリノリなんて一番。ノリノリですか。うん、なんかさ、私さ、スマホの位置が悪いのか、うん、すごいこっちに寄っちゃう。え、わかる。でもなんかこっちになっちゃう。ここ吸い込まれてくよね。うん。こうかな。合わせてきた。ね、私が口担当になると。待って。やばい、面白いこれ。私が担当になると春日男になるけどいい？やめてくれ。ひょっとこになっちゃう。面白い。かわいそう。巻き込まれが。うん、私が口を担当すると、あの、被害に、あの、で気をつけてください。ひょっとこになっちゃう。しかもなんかちょっとさ、私のそのひょっとこの口と春似合うしね。似合うってよ。なんか似合ってたし。うん。なんか意外と似合ってたね。だよね。やばい、また吸い込まれた。吸い込まれる、こっちに。
しよう。本当に吸い込む。ここに壁とか立ててないと本当に吸い込まれちゃう。ね。今だって私、体曲がってるもん。わかんない。キスをちょうだいの、うん。最後の落ちさびら編の、ユーハともっちゃんみたいな体勢してる。辛いやつやん。痛くないの足。うん。痛くない。私はよくマーメイド座りするの。へぇー。ねぇ。すごい。どうやってやるのそれ。かわいいね。もう、なんなんだよ。なんだろうね。なんかかわいいんだよ。虫歯できてる。虫歯できてる。春と同じ口をやりたいのに。これ以上いかない。虫歯できてる。虫歯になっちゃう。これ以上いかない。すごい。かわいい、めっちゃ。なんかかわいく見えるんだけど。面白い。ね、変顔とか全部かわいくなるタイプでしょ。変顔私やらないからわかんない。マジか。変顔やんないの？あのね、うん、結構、うん、本当に顔の動かし方がわかんなくて、うん、できない。だからなんかよく変顔10連発とかやってる人がいるじゃん。うん。私多分1連ちゃんもしない。変な顔がわからないっていうことか。そう。え、鏡見て練習しないの？変顔ってみんな練習してるんだ。え、練習するよ。鏡見てどれが変な顔かなってちゃんと角度とかつけて練習しないと。練習しようかな。なんかお手本の変顔とか見ながら練習してみようかな。いいの、めっちゃいいと思う。しないでいい？いや、した方がいいですよ。やっぱり変顔あるとなんかやっぱりなんかギャップを見せれるというか。だから、こんな顔できちゃうんだっていう。ああ、かっこいいって。そう。なるんだ。うん。あ、なるほどね。うん。さすが変顔のプロ。待って。やばい。ね、変顔対決でルアに勝ったんだよ。え？なんか、ショールームで変顔をルアと対決して、なんか投票モードで、ルアに勝った女。え？本当のプロだった？本当のプロだった。すごい。でも、うん。へぇー。でも、最近ファンの方から変顔しないでって前言われちゃったから変顔封印してる。変顔あまりにも強かったから。そう、変顔しまくってたらさ、ショールームで変顔しないでって言われちゃったから。ファンの人もびっくりしちゃったんだよ。そうなんだよ。おしとやかなキャラだから。え？清楚系なキャラだから。ん？だからこうやって普通にねやる何？うん。え、何？ん？ん？なんかハテナたくさんなんだけど、やばい、コメントもハテナたくさんで。え？できてる。え？うちも、え？っ
ってなったコメントが。なんで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 、え、そうですよね。よかった、私の感覚が間違ってなくて。やばい、寝言は寝ていってくださいだって。やばい。言い過ぎ言い過ぎ。言い過ぎだよ。言い過ぎだよ。清楚だろ。おい。おい、清楚だろ。寝言は寝てから言ってください。やばい。すみません。うん。今日夢でパーティーを踊ってたんだよね。やばい、もう呪われてる、パーティーに呪われてる。でも永遠に最初のここをやってる夢。つらつらいわ。辛い。そしたらアラームが鳴って起きたから、なんかちょっと、よかったね。シュートー。ああ。うんうん、そうだね。シュートをね、うん、ちょっとシュートってする前ちょっと頭の中で、あ、来た来た来たって思っちゃう。え、わかる。あれもさ、なんかできないが一番さ、あれなんか本当にできないのよ、本当にできない。あれ本当に難しい。できない、本当に。え、何してたっけ？できないって。頭抱えてる。できないって。なんかいいね。そう、元ユナとやってるんだけど、うん、あの、二人ともさ、なんか、何？可愛い系じゃないじゃん。あー、そういう感じじゃないってこと？そう、そういう感じの、やるタイプな人間じゃないじゃん。だから、本当にできないのよ。本当に頭抱えてるの。やるタイプいる？え、なっちゃん、なっちゃんとかにやる。やらないよ、ね、なっちゃんと、なっちゃんと優派でできないってやってほしい。おー、いいね。チョコミント、あ、地雷を踏みました。え、勝手に作らないでくれる。新しいユニット勝手に作らないでよ。でも、大丈夫だよ。春は、うん、あの、チバーズとキキララがあるから。じゃあ、脱チョコミント作ろうか。怖い。怖い。ユハ逃げような。ユハ逃げよう。え？ユハ。春がユハ連れていく。ユハ逃げようか。ナスケ、ナスケ、そしたらさ、一気にユニット何もなくなるんだけど。そうじゃん。何も所属してるユニット一気になくなるんだけど、ね、なんか他に作ればって言いたかったけど、やっぱりやめて。うん、作れない。みんな他に相手がいる。あ、確かに、なんかさっきカップル多めなんだよね。そう、リリノとユウとか。あ、うん、ごめん、待って、私もつ鍋所属してた。あ、やばい、一番やっちゃダメ。やばい、もつ鍋忘れやがって。忘れてないよ、もっちゃん。え、私は春に捨てられた。え、捨てない捨てない。うん、55分になっちゃった。やっぱ早い。早っ。早いね。何、もつ鍋ね、もつ鍋のもつを、はるちゅんのはるにして、はる鍋。それ、鍋じゃなくてもいいな。確かに。確かに。ね。春夏だったら、季節になるね。ね、あきちゃんとふゆちゃん。うん、あきちゃんとふゆちゃん。欲しいね。うん。あの、もし後輩ができたら、うん、あの、名前で選ぶ。選んでほしいよね、名前で。あきちゃんとふゆちゃん、ね。あきちゃんとふゆちゃん、告白させてください。ねえ。お願いします。それか、あの、千葉の子を増やして、あの、千葉軍団作りたいね。おー、なるほど。うん、次みんな千葉
ていいんじゃないですか。あ、四期生さんは、あの、うん、千葉出身の方だけで。千葉出身の方々で決めましょうか。うん。いや、新潟のアイドルが千葉、千葉になっちゃう。やばい。軍団長は誰にだって。え、あの、あ、私かな。いや、私かな。いや、私かな。春に任せたらやばいって。確かに。確かに。うん。確かにね。落花生？落花生。なんかインドネーション。いや、待って、やばい。あと3分で。やばい。ランキング読まないと。じゃあ、交互に読んでいきましょう。うん。いきます、うん、!13 位、あきらちゃんさん。13位、ドラミチュンのまチュン。ありがとうございます。チュン。12位、茨城のゆうきチュン。アスリートチュン。ありがとうございます。ありがとうございます。11位、たまひろチュン。山じゅんのまチュン。ありがとうございます。10位、ディーアマチュン。ディーアマチュン。ありがとう。やばい、2個注意なの、すごっ。9位、ハブトゥセーブチュン。イチローナンバイチュン。ありがとうございます。ありがとうございます。8位、リュウセイチュン。ノムさんのマチュン。ありがとうございます。7位、チョウチュールチュン。ハルチュン。ありがとうございます。6位、ソルチュン。ヒロンヌマチュン。ありがとうございます。これなんだっけ、これ。5位、トシさんチュン。ロエロエなんかザモンじゃなくて、なんだっけ、右ってなんて読むんだっけ、ザモンだっけ、なんだっけ、ザエモン、エモンだっけ、エモンだね、エモンの方だ。あ、ロエモンだ。あ、わかった。ロエモンチュン、ありがとうございます。4位、アサユキチュン。南川ゴーンチュン沼チュン、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、サンタロウチュン。坂井沼秀一チュン。ありがとうございます。2位、良平チュン。チーボーチュン。ありがとうございます。ありがとうございます。1位は、みーチュン。南川ボン沼チュンチュン。あ、ありがとうございます。あ、間に合った。間に合った、よかった。ありがとう、みんな。ありがとう。ありがとうございます。みんな、頑張ろうね、今日も。カモン、頑張ろうね。すいすい。水曜日。すいすい水曜日。あ、すいすい水曜日。イェーイ、昨日はチュンチュンチュンズデイ。イェーイ。ありがとう、みんな。テンション上げてこね。ねえ。お仕事頑張ってね。頑張ってね。学校も頑張ってね。学校も頑張ってね。家事も頑張ってね。あ、なんだか頑張ってね。待って。わかんない。またねー。またねー。またねー。